決意の一戦となりました。森島武がチャンピオンとして決意のリングに上がります。 WLW チャンピオン森島リングイン。試合前に上品注意中止決定宣言を行います。第12代 WLW 世界ヘビー級チャンピオンになりました森島武、これが初防衛戦です。上樋口によりまして認定証が読まれています。森島はアメリカ遠征で一度タイトルを失いました。そしてすぐさま取り返して第10代チャンピオンから12代チャンピオンへと返り咲きを果たしています。その森島が初めて自ら指名したチャレンジャーが池田大輔です。続きまして変化でございます。日本で2度防衛、アメリカで1度防衛に失敗しましたがすぐさま取り返しました。その試合とともに森島に経験を積ませました WLW のベルトが今一度大会本部に返還されます。 WLW 世界ヘビー級選手権試合60分日本勝負を行います。ラウンドは挑戦者235ポンドの池田大輔。森島とは芝木愛、池田大輔。試合前に両者ともこう話しました。池田とは森島とは感情をむき出しにして思いっきりぶつかり合うことができる。くしくも両者がその思いで一致しました。となれば当然この試合両者の思いと思い、力と力激しくぶつかり合う相当な熱戦になることは間違いありません。赤コーナーチャンピオン森島、青コーナーチャレンジャー池田。今僕が入った。ラリアット。いきなり入った森島のラリアット。さあ青コーナーから赤コーナーに振り返したのは池田大輔。第3ボンバーで返していく。そして再び対角線へ。今度は森島。激しい試合展開だ。ロープランドにラリアット。一回転カバーに入った。カウント2つで池田返す。なんとか2つで返します。なおも行く森島。池田がこらえます。なんとか池田がこらえる。ここで場外戦に展開していく。なお持っていく森島武。さあエプロンサイドからタイミングを伺う森島。飛んでいった。飛んだ。アタック。月サムグリーンドームが入れました。この放送解説としまして三沢光晴選手にお越しいただきました。三沢さん、はい、激しい試合の開始になりましたね。そうですね、はい、あースクラップバスター妨害で入って。試合開始直後から森島池田ともにダッシュをかけました。何か両者の気持ちが伝わってくるような立ち上がりですね。十分伝わってますね、お互いでも裏の裏を読んでますよね。でそうですか。出だしから序盤から駆け引きがあります。ありますね。場外カウントが数えられます。なおこの WLW のルールとして GHC と異なる点、場外は10カウントです。 GHC は20カウント、 WLW は10カウントです。7でもう残り3秒です。さああと2秒。右でリングに戻っていきました池田大輔。そこを森島が捕まえます。まずは三沢さん、チャンピオンの森島ですが、はい、去年の9月にタイトルを取って、そして2度の防衛戦アメリカでも遠征をしました、はい、このベルトがもたらした森島に対する効果というのはどういうふうにご覧になってますか。そうですね、まあ、レスラーにとってベルトって本当に大事なものですからね、まして、ね、初めてシングルっていうのは本当ね、はい、まあ、森島にとってはなくてはならないものになっていると思いますけどね。なるほど。このベルトを取ってからの、まあ、今8ヶ月間経ったんですが、はい、何か変化は見られますか。そうですね、まあ、ベルトを持ってるっていうのはやっぱりどっか、ね、自信となって出てきますんでね、はい、それは出てると思いますけどね、ここは池田が足を取っていきます。グラウンドの攻防、そしてその森島が初めて自ら指名をしたチャレンジャーが今回の対戦相手池田大輔。その池田がかなり厳しく締め上げていきます。ちょっと森島足痛めてるんでちょっと心配ですけどね。そうですね、森島は右膝を痛めています、まあ、半月板の損傷とも言われていまして、まあ、治すには正直もう手術しかない。ただ、ね、自分はやれる限りやっていくと森島は話しています。まあ、体重もあるのでね、その負担も来ると思いますし、はい、
もともと大きい選手はやはり膝は一つの泣きどころと言われますが、まあ、三沢選手も大きな怪我を、まあ、なんとか隠しながら続けて戦ったこともあると思いますが、今の森島の心境どのようにご覧になりますか。まあ、若いんでね、まあ、できるとこまでっていうのはあるんでしょうけどね、はい、まあ、やっぱり復活、ね、した場合は早いと思いますので、ね、その辺の決断が今迷ってるところじゃないですか。そのベルトを持ってる責任感というものもあるいはありますか。十分ありますね。まあ、WLW というノアのベルトではありません。ハーリーレースの主催します、まあ、その文字通り WLW のベルトを森島は奪っています。2003年9月12日札幌の皆さん、さあ池田が決めるか。札幌のファンに呼びかけて金属バスターを狙う。しかしここは森島がカットをしていきました。もう一度行くか、森島が飛んだ。強烈なミサイルキックです。こちらがワールドレスリング、ワールドリーグレスリング、そのヘビーウェイトのベルトが映し出されています。まあ、ノアのベルトではないとはいえ、外国人レスラーからそのベルトを取って防衛を重ねた森島、かなり自信を深めています。そして本人がかねてから夢と言っていた海外遠征も一つ達成しましたから ね、まあ、彼にとってはいい経験になったと思いますし、ね、はい、あーっと前からぶつけていった。アメリカでリック・スタイナーを相手に防衛戦を行いました。実は一度失敗をしています。カバーに入った。リック・スタイナーが取り返しまして第11代の王者となったんですが、次の日に再戦が認められまして、すぐさま取り返した森島、第12代王者として返り咲いています。まあ、ベルト持ってるからできることですからね。あ、なるほど。なくなったらそういう結果もできなかったんですよね。はい、そして海外という意味では三沢さんも一度回、バックになった。池田がなんとかレフリーを使ってこらえる。この辺りは池田ならではの試合運びで言ってもいいかもしれません。ここでバックドロップを諦めた。しかしそこにラリアット、福田を巻き込んでのラリアット。これはレフリーにとってはきついですね。そうですね、一発ですからね、ちょっと体を鍛えていると言っても。小柄な福田が130キロの森島と105キロの池田のボディープレスに潰されました。さあ改めてバックに回った。バックを取った。一つ試合を決めそうな大技としては森島のバックドロップですね。そうですね、首を掴んで前から落としていきます。カバーに入りますが福田はリングの外です。カウントは入りません。この状況です。レフリーは完全に伸びてしまいました。西永来たんで、ね、西永代わりに。ああ、なるほど。レフリー西永もリングサイドに姿を見せています。カウントは入りません。三沢さん、これは一つ異常事態と見ていいですね。そうですね、完全に動けなくなってしまいました。この試合を裁くレフリー福田、交代すべきでしょうね。西永がここでリングに上がってきました。どうやらレフリー交代のようですが、バックを取ってダーボン、スープレックスホールドした。西永がカウントを入れる。カウント2、ブリッジしきれなかったですね、森島が。あ、そうでしたね、ちょっと膝に来てると思いますね。やはり膝の影響というのはありますか。その森島、自ら池田を指名しました。まあ、自分から指名をしたので失礼のない試合をして、そしてなおかつ勝ちたいんだと話しています森島。我が正面から言ってますよね。さあ腕を捉えて鉄柵。三沢さん、あの試合前両者が同じようなことを言っていたんですが、池田も森島もこのお互いでやるときは感情をむき出しにしていけるんだという話を両者しています。お互いいい相手なんじゃないですかね。そう言い合えるということはね、はい、池田は話しました。森島との試合はしばき合いだという池田。一方の森島、池田とは男と男のぶつかり合いだと話しています。さあ森島、椅子を手にした、椅子を手にした。なおもレフリー、またもレフリーだ。西永の背中に椅子攻撃誤爆。何かルール不明の戦い。思い切って椅子で引っ張いた。ちょっと首抜きましたね。今首が詰まりましたか。池田は真上からもろに椅子を振ろうして下ろしていきました。森島、そして心配なのはレフリー西永。ああ、本部席、机を持ち出しました森島。さあどうする。場内からは悲鳴が起きています。ちょうど放送席の目の前です。森島が椅子を固定した。その激しい気遣いも直接伝わってきます。西永動けません。三沢さん、これでもレフリーは山本一人ということになってしまいましたが、その山本はまだ姿が見えません。いますけどね。あ、そうですね、マイティーの山もいますが、あー、鉄柱。さあ机が用意されているエプロンサイド、これは非常に危険だ、非常に危険だ。さあバック、バックに回って何をするんだ、何をするんだ。池田が来ない、池
けろ、こらえたい、なんとかこらえたい、膝への攻撃で逆襲を見せた。逆に自分の体重がある分きついですね。自らの体重も技になりましたね。三沢さん今目の前でしたが、技の破壊力いかがですか。いや入ってると思いますよ。これは机に向かって真っ逆さま、まさにこれで池田流、池田のスタイルを貫いたと言っていいでしょう。森島は池田の場外戦、何でもありのファイトスタイルには気をつけたい、ただそのスタイルで自分が勝ちたいと話していました。あるいはその気持ちが現れてでしょうか。自ら机を用意したんですが、逆にやはりこういった戦いは池田に一日の勝がありますか。そうですね。さあ両者ともに大きなダメージです。そして森島も先行法では難しいかもしれません。あ、そうですか。さあレフリー福田が発揮をしました。その福田に対して大きな拍手です。なおこの試合、先ほども申し上げましたが、 WLW の公式ルールは10カウントでのリングアウトになります。現在両者ともにダウンの状態、カウントが入ります。カウントが入ります。カウントは3。あ、森島の背中に赤い跡がついています。あ、リングに戻していきました池田大輔。試合はリングの上でという池田でしょう。ただ大きなダメージを両者ともに負っています。さあ森島に対して青のコーナーの上から池田大輔、池田が生身じゃないと思った。強烈、なんとか力を振り絞る。カウント、カウント2。まあ、三沢さんはこの池田選手と GHC タッグをかけて戦いました、はい、この池田のファイトスタイル、三沢さんはどういうふうに見られますか。いや、嫌いじゃないんですよ、僕は。あ、そうですか、はい、まあ、反則取られなきゃいけない、ちゃんとなんか何やってもいいのっていう話ですから、ね、あ、そうですか。さあ、腕を回した池田が決めに行くか。またも両者ノックダウンの状態です。三沢さん、序盤から激しく両者は体力を消耗しましたね。そうですね、元正面からぶつかり合ってますね、はい、池田とは男と男のぶつかり合いと話した森島、森島とはしばき合いと話した池田、両者力を消耗しません。ザッピングハイキック、カバーに入る、カウントが入る、どうだ。両者が早くもハイスパートの戦いを繰り広げていきます。一発一発が気持ちがこもってますよね。ああ、そう見えますか。さあ、バックに回った、森島のバックアップ、急降下、今のも相当な角度で落ちてますね。よく返しましたね、これはノアで初めてのベルトになる池田。一方、返り咲きチャンピオンとして初防衛を目指す森島、過去2度の池田とのシングル、いずれも敗れています森島武史。3度目の正直なるか。2度目のバックドロップは、ハイチャンポンバーも強烈です。ホワイルモンスバー、池田カバーに入った、カウントワン、カウントワン、ナオハイチャンポンバー、ここもカウントワン、まだだまだだという両者。バックドロップパンチだ。そして池田、強烈な池田が入った、カバーどうだ、これも返しました。三沢さん、この両者の燃え上がりをどう表現したらいいんでしょうか。いや、いいですよ、まあ、やってる方は必死ですけどね。はい、森島はまだ GHC シングルでの挑戦がありません。さあ、と長い殺しだ。ここの大一番で見せる長い殺し、森島にヒットしました。燃える森島、ダイヤット、耐える池田大ジャンプンバー、これが男と男の戦い、力と力のぶつかり合い、体と体で心を通い合わせます。顔面へ、今はちょっと頭が下がってますね、はい、今の入りました、ね、あ、顔面へ、なおも顔へ、ここも顔面側頭部、そしてカバーに入ります。どうだ、池田大輔、ドアで初めてのタイトル獲得、 WLW 第13代新チャンピオンは池田大輔、最後はキックの連発、側頭部へのキックで決めました。
ました。いい試合でした。でも気持ちと気持ちが伝わる試合でした ね。いいように出ましたよね、お互いのあれは気持ちはね。まずは新チャンピオンの池田、改めて戦いいかがでしたか。そうですね、やっぱ最後森島ちょっと記憶取ってると思いますよね。蹴りが入って何発か入ってましたので。そうですか、蹴りと差し違いました。そして敗れはしましたが、森島、まあ、果敢に先輩方の池田を指名しまして、これはすがすがしい素晴らしい試合でしたね。そうですね、見事に池田大輔が12分38秒体固め、最後は側頭部のキックから。